はい、ありがとうございます。先ほどまでは原畑さんが国際協力に興味を持ったきっかけっていうところをお伺いしたんですけど、はい、この動画では大学卒業してからどういうお仕事をされてたのかっていうところをお伺いしようかなと思ってまして、はい、実際じゃあ大学卒業されてからアリババジャパンに入られたっていうところだったんですけど、どれくらい勤めてらっしゃったんですか？1年半勤めてました。あ、そうなんですね、はい、じゃあそこで1年半勤めて、はい、次企業を変えられるんですよね、はい、次の企業はどこに行かれるんですか？はい、カンボジアにある人材紹介会社 CDL で勤務してました。あ、そうなんですね、はい、ちなみになんでそこに行こうと思ったんですか？学生時代東南アジアを旅していて、はい、発展しない国の社会がすごく羨ましくて、できるだけ発展しない国でその中で見ていて、カンボジアで探してた時に代表から声をかけてもらって、はい、代表から声かけてもらったんですね。はい、あ、そうなんですね。じゃあ実際それはカンボジアで過ごしてやるような業務だったんですね。あ、そうですね、カンボジア現地に住んでやっておりました。なるほど。具体的な業務ってどういうことされてらっしゃったんですか？カンボジアにある日本企業様向けに求人をお伺いして、でそこで日本企業様が求める求職者さんを紹介するような仕事をしてました。なるほど、はい、そうなんですね。じゃあカンボジアの日系企業さんが募集を出したいです、はい、だからカンボジアで働ける人たちっていませんかみたいなのを原田さんが勤められてた企業に相談して、それをはい、じゃあ募集かけますよっていう形で、うん、そのネットワーク使ってカンボジアで働きたい人みたいな感じで募集かけて、はい、でそれをマッチングするようなイメージなんですね。あ、そうです。ちなみにちょっと聞いてみたいんですけど、はい、カンボジアに適してる人材ってどんな方なんですか？はい、日本人でカンボジアに適している人は柔軟性が高い方ですね。あ、そうなんですね、はい、年齢は特に関係ないですか？あ、はい、本当にこう20代の方もいらっしゃれば、うん、日本で活躍されてきてその経験をっていうことで50代60代の方もいらっしゃいましたね。あ、そうなんですね、はい、じゃあ年齢は関係なく柔軟性がある方ですよね、はいはい、で実際それでカンボジア行きたいって思う人たちってどんな方なんですか？カンボジアが好きだからっていう方も多くいらっしゃいましたね、はい、カンボジアで旅行してカンボジアが好きになって、でカンボジアで働きたいっていうような。そうなんですね、うん、ちなみに原田さんって大学の時に一人旅でカンボジア行かれたじゃないですか、はい、カンボジアの魅力ってなんでそこまで人を引きつけるんですか？もちろん道とかは日本よりかはゴミが落ちたりとかあるんですけど、はいはい、やっぱり人の純粋さとか人の明るさっていうことを私はすごく魅了されますね。困ったら助けてくれるし、はい、本当に心から明るい元気つけてくれるっていうような、うんうん、はい、方々に囲まれて、はい、じゃあそういうところが魅力的で、そういったところで好きになって働きたいと思う方が多かったってことなんですかね、うんうん、そうですね。なるほど、ありがとうございます、うん、ちなみにカンボジアはどれぐらいいらっしゃったんですか？カンボジアは合計4年住んでました、うん、あ、そうなんですね、はい、でそのところで今の人材紹介の企業さんで勤められてた年数で言うとどれぐらいになります？はい、が3年勤めてました。あ、そうなんですね、はい、じゃあそれぐらい勤められていて、じゃあそこで残りの1年とかはまた別でいらっしゃったってことですね？あ、そうですね。なるほど、ありがとうございます。ちなみに3年ぐらい企業で勤めるじゃないですか、はい、日本にいて日本の企業に勤めるのと、はい、海外で日本の企業に勤めるのって何か違いありました？やっぱり海外で勤めるっていうことは海外現地の方と働くっていうことで、うん、自分が当たり前っていうことが現地の方々に当たり前ではなかったりだとか、うんうん、前提条件として文化とか、はい、消臭感みたいなことが異なっていることがあるので、うん、そういったことが違ってすごく学びが本当そういった面でも異文化っていうところ大きいのかなって思います、ね、そうなんですね。なんかよく海外の人たちと働くと時間を守らないとか、はい、そういったところあると思うんですけど、はい、それはカンボジアでもあんまり変わらなかった。時間を守らない方も結構いらっしゃいました。でも逆にそういったことが許せないみたいなカンボジアの方もいらっしゃって。そうなんですね、はい、面白いですね。私は何分前に来ないと周りがそういった遅れるのが許せないみたいなしっかりした方もいらっしゃって、本当にこう傾向っていうことでは言われるかと思うんですけど、うんうん、一人一人全然そういった方もいれば、うんうん、時間を守らないと許せないみたいな、はい、カンボジア人の方もいらっしゃったり、まあ、すごい個性だなって思いました、ね、はい、ありがとうございます。もう一つ視点変えて聞きたいなっていうところあるんですけど、はい、うん、カンボジアで3年間ぐらい会社として勤められてたと思うんですけど、はい、印象に残ったこととか、はい、むしろカンボジアだからこそ辛かったことみたいなのってありますか？カンボジアの方のルールと日本のルールが異なっていて、特に日本企業様がカンボジア人の方が求職される時に間に入ってカンボジア人のスタッフと協力して紹介するんですけど、はい、その時やっぱり求職者様がドタキャンであったりだとか、ね、遅れてきたり、まあ、日本でもそうだと思うんですけど、うん、そういったところに狭間に立っているので、うんうんうん、ご説明
明とか、はい、そういったところが大変な面はあったなって思いますね。あ、そうなんですね、うん、逆に楽しかったこととかもありますか？働いてて自分が紹介した方が新しい職場で輝かれてたりだとか、うん、日本企業さんから喜んでもらえるって時がすごく嬉しかったですね。あ、なるほど、そうなんですね、うん、ちなみにカンボジアって当時住まわれてた時の物価ってどんな感じだったんですか？はい、あ、私が住んでたのが家賃が250ドルのところに住んでました。で、食事も屋台とかですと本当に1ドル2ドルで食べれる感じですね、うんうん、なるほど。じゃあカンボジアで3年間働かれてたと思うんですけど、はい、自分の中で一番最初に行った時の価値観と3年後とかの価値観って変わりました？一番最初学生時代行った時だとやっぱ分からなかったカンボジア人の方の明るさとかそういったことはより感じるようになりましたね、うんうん、なるほど。ちなみにカンボジアって言語ってクメール語、クメール語話せるんですか？はい、少ししか喋れないです。あ、そうです、はい、実際じゃあカンボジアで働かれてる時は、はい、基本的には日本語か英語で？そうですね、日本語か英語で、はい、なるほど、そうなんですね。クメール語確かに勉強難しい。そうですね、できるようになりたくて学校とか通ってたんですけど、うんうんうん、ちょっと習得が難しかったです。そうなんです、はい、ちなみにクメール語を勉強するのはカンボジアで勉強するっていうところもやってたんですか？そうですね、カンボジアで外国人向けのクメール語の学校があったりします。あ、そうなんですね。で、そこに少し通ってたりしました。実際クメール語を勉強されてる方ってどんな方多かったんですか？韓国の方とか、はい、中国の方とかクラスメートでしたね。日本の方もいらっしゃいました？はい、私が通ってクラスはいなかったですね。なるほど。でもなんかビジネスやってる方とかなんですか？工場でされていらっしゃる方とか、工場で働かれてる方がクメール語のみの場合とかだと自分もクメール語を話せないと何の契約かわからないとか言ってましたね、はい、韓国の方は。なるほど、そうなんですね、はい、ありがとうございます。ちなみにじゃあカンボジアで住まれてたのが4年ちょっとだと思うんですけど、はい、そこで会社で勤めてたのが3年ちょっとですよね、はい、で残りの1年ぐらいあると思うんですけど、その1年は何されてらっしゃったんですか？はい、あ、現地におりまして、はい、そこでカンボジアにいらっしゃる社会起業家さんと提携をどんどんしていってました。そうなんですね、はい、なるほど。ちなみにそれは自分でカンボジアで事業をしたいっていうのが明確にあって、はい、それに対しての準備をしてたって感じですね。あ、そうですね、うん、はい、なるほど。ちなみにその時考えてたビジネスっていうのが今されていらっしゃるビジネスですか？はい、あ、そうですね。ちなみにどんなビジネスか聞いてもいいですか？あ、はい、ビジネス2つやっておりまして、うん、1つ目が東南アジアの現地の社会起業家の方々と日本企業様との SDGs に関するマッチングと共同支援をやってます、うんうんうん、なるほど、はい、それはその1年間の間でそこで法人化したって感じですかね？それとも日本に帰ってきてから法人化したって感じですかね？はい、あ、その1年間ずっと住んでたんですけど、うん、法人登記はもうすでに日本に住んでて長期出張っていう形で、はい、カンボジアと日本を行き来して、うん、カンボジアにいることが非常で多かったっていうような状況ですね。そういう感じだったんですね、はい、じゃあもう起業はしてたというところなんですね。そうですね、はい、じゃあ法人としてはもうやってたって感じなんですね。はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあその1年間で社会起業者さんってどれぐらい集められるもんなんですか？おそらくなんですけど、今が107社なので、おそらく80社とか70社ぐらいは提携できたのかなと思います。どうやって見つけられたんですか、それは？はい、SNS？ 今まで友人だった社会起業家の方と提携させてもらって、その方からのご紹介であったりだとか、ね、はい、現地の経営者団体とか経営者会と連携させてもらったり、はい、現地の育成プログラムのスポンサーにならせてもらったりして、はい、ご紹介いただけるような形でしたね。なるほど、ありがとうございます、はい、会社名お伺いしてもよろしいですか？はい、ソーシャルマッチ株式会社になります、はい、日本に本社があるんですよね？あ、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、うん、今のソーシャルマッチ株式会社の具体的な詳細は次の動画でみっちりお話しいただこうかなと思ってますんで、ちょっとここの動画では大学卒業して原田さんがどういうお仕事をされてらっしゃったのかというところをお伺いしましたと。なんでこの動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ次の動画は本番なんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。